はい、構図の趣味部屋へようこそ。今回はね、ちょっとね珍しいものをご紹介したいなと思って、動画を撮りました。ね、皆さんご存知かわからないんですが、ちょっと自分的に知らなかったっていうね、商品がありまして、これちょっと面白いなって買ってきたんですよね。買ってきたじゃない、注文したんですよね。はい、それがね、こちらになります。じゃじゃじゃんとね、まあわかるかな、うん、まあちょっとねこう一見するとちょっとただの本じゃんってね思う方がいると思いますが、まあまあここにね、プログレステクノロジーって書いてあるんですけれども、こちらはね、まあこう開けますと、普通にねこう表紙こうカバーがこう外れるんですよね、普通の本みたいにね。でこうめくると、ここら辺にね、何やら、機械的なものがありますよね。ここに電池が入るんですよ。電池が入ってここに、マイクロ SD カードかな、うん、が入るんですよね。はい、で、ちょうど真ん中ら辺をパカッと開けるとね、はい、こうなってます。コンテンツカセットと電池をセットしてくださいって表示されてます。でここに全巻一冊って書いてありますね。はい、これはねすごく珍しい、まあ端末って言えば端末なのかな、こう全巻一冊って書いてあるんですよね。はい、それはどういうものかっていうのをね、ちょっとご紹介したいんですけれども、まあ自分がね一応前回一冊っていうのはそもそも普通のコミック、うん、漫画の、まあ大体完結してる漫画、うん、その漫画を一冊にまとめた SD カードが売られてるんですよ。はい、それをこのまあ、デバイスっていうのかな、うん、これに、差し込むことによって、コミックだと、何十冊もかさばるじゃないですか。それが、たったこれ一冊で済むんですよ。すごいね、便利な、ものなんですよね。で、今とこ完結してるやつが、まだね、数冊しか出てないんですけれども、まあ、一応ね、その中で自分がね、購入した、カセットっていうのかな、こういうのは。うん。まあ、漫画っていうのかわかんないけど、それがね、こちらになります。じゃじゃじゃんとね。はい。かっこよくない?この表紙。ナルトですよ。ナルトはね、もう終わったんでね。まあ今、ボルトやってますけれども、ナルト自体はもう終わってるんで、こちらをね、購入しました。はい。ナルト。で、全巻一冊って書いてあります。はい。全。で、これ、ここに、歴代のね、コミックのイラストが入ってます。で、裏見ると、サスケ。めっちゃかっこいい。はい。こういう感じなんですよ。で、これもね、本に見てこうなってるんですよ。で、見ると、ね、こう、全部ね、同じ、ほとんど同じなんですよ、これ。何も書いてない。何も書いてなくはないんだけど、漫画じゃないっていうね。うん。とにかくこれでなんか、本らしさを出してるだけなんですけど、まあこれは要はカセットのパッケージみたいなもんですね。はい。ただ漫画風にこういう風にしてるってだけで。はい。で、本体が、こちらに入ってます。はい。コンテンツカセットってありますね。これが本体です。これをさっきの、デバイスに差し込むことによって、全巻。見れる仕様になってます。はい、なのでねちょっと一回ね、自分もちょっと試しに、これを差し込んで、こちらの電池を入れてね、どんな風に見れるかっていうのを、やっていきたいと思います。では早速ね、ちょっとカセットと、電池入れます。はい、今ね、ちょうど乾電池を入れたところです。まだね SD カードは入れてないんですが、一応乾電池入れて、単4乾電池ですね。それを4本必要とします。で、今入れた状態なので、これをね、開くと、自動でね、電源が入る仕組みになってます。はい。ではね、早速開いてみましょう。はい。
少しお待ちください。でびっくりマークがあって、コンテンツカセットが挿入されていませんというね、こういう、書いてあります、ステップ1ね、全巻一冊本を閉じてください。全巻一冊、本体背面にあるスロットにコンテンツカセットを挿入してください。全巻一冊本体を開いてください。それで、読めますよということですね。はい、ではね、早速、カセットの方をね、入れたいと思います。これね、閉じると、自動的に電源も落ちるんでね。はい、ではね、カセットの方入れたいと思います。はい、今ね、ちょうどカセットを入れた状態に、しました。ではね、開いてみましょう。ドンと。はい、さっきと同じ、少しお待ちください。はい、最初はね、多分こう説明書きなんですよね。次のページ、次のは次の巻っていう風にここにボタンがありますね。はい、でボタン操作の仕方と SD カード電池交換の仕方、本体のオンオフの、仕方とかね、前のページ、小送り、前の巻という風に、戻れるって感じですね。はい、ではね、これを読むには多分次のページかな。これを押してみますね。はい。わお、かっこ、わ、かっこいい。めっちゃかっこいい。すっげえ。で、また次のページ。お、すっげえ、なにこれ。結成かかし第7版編。第1巻ですね。巻の1から巻の4まで入ってるってことですね。うわ、すっごいこれ。うわー、すげえ、目次も載ってるしね。いきますね、こう。うわー、第1巻の表紙。うわ、目次。すげえ。で、もう一回押します。うわー、すっげえ。で、始まりですね。はい。うわー。うわ、すっげえ。ふすまきなると、第1話の表紙。うわぁ、すごいね。はい、こうやってどんどんじゃんじゃん読んでくるって感じですね。うわ、めっちゃすげえわ。なにこれ。超いいわ、このデバイス。で前のページ戻るときはこれを押すと、前のページに戻ると。で、小送りかな。小送りだと次の、第2話に入りますね。はい。うわ、最初の頃のナルトのね、カット絵。これが、次の、第2巻になりますね。はい。そんな感じでね、戻る。はい。うわ、すっげえ。はい。という感じで、一回ね、閉じます。はい。うわ、これだけでもめっちゃすごいよね。うん。これびっくりしたわ、本当に。いや、俺もね、これ、ほんと最近知ったんですよ。こういうのがあるっていうの。で、なんかめっちゃ欲しくなって、もう泣きなしの金をはたいてね、買いました。これ結構高いんですよ。やっぱね、全巻買うと、コミックでも新巻で買うと相当な額いくじゃないですか。まあ、ナルトも何十巻って出てるから、まあ、数万単位で飛ぶと思うんですよね。うん、で、まあね、デバイス自体、このデバイス自体は、3万円です。高い、うん、普通にプレステ4とかね、買えるぐらいの値段です。はい。まあ、それをね、まあ、これはね、まあ、要はゲーム機みたいに、これが本体であり、カセットを変えることによってね、完結した漫画本、それをね、あえてコミックを並べて、かさばることなく、
ちっちゃいカセットを変えるだけで全巻読めるんですよ。なので場所も取らずに、かつデジタル、だからすっごい、ね、便利、今ね、まあ、無料でね、デジタル漫画本とかね、ああいうの読めるけど、スマホとかでね。でも、なんか読んでる感じがしないっていう人も多いんですよ、やっぱりね。やっぱ本っていうのはこうね、ペラペラめくるのがいいみたいなね、そういうのもあるんで、だからこのデバイスはね、そのちょうど中間に位置するデバイスなんですよ。まあ、本を読んでる感もあるし、なおかつデジタル。はい。なのでね、いいとこ取りっちゃいいとこ取りなんですよ。はい。いや、これはね、だから、まあ、それはね、お互い買い物なんでね、まあ、いらねえやっていう人も多いと思います。なのでね、まあ、そんな、売れてはないと思うんだよね。見たことないから、俺も。で、このナルト、まあ、漫画のね、種類にもよるんですよ、お値段が。まあ、やっぱね、結構なコミックの何冊も出てる、何十冊も出てる漫画本だとやっぱ高いんですよ。なのでね、ナルトは結構何十冊って出てるんで、これだけでも、2万いくら、3万近いかな、これも。2万5千、5、6千円くらいかな。そんぐらいするんですよ。なので合計ではっきり言って6万ぐらいするんですけど、今ね、このセットで761個限定っていう感じでね、ナルトで761個限定で、この2つ合わせて4万円っていう感じで売られてたんですよ。お得じゃないですか。2万円ぐらいもお得だったんで、こうそういうのがあったんで買っちゃったんですよ。2万円もお得だったら今のうちに買っとこうと思ってね、なくなっちゃったらね、6万ぐらい払って買わなきゃいけなくなっちゃうから、今のうちに買っとこうと思ってね、買ったんですけれども、まあ、近いうちに銀魂も出るんですよ。銀魂出るし、あとあれか、桂さんの書いてるね、合図とか、そこら辺の漫画が出るのかな。で、あとは、なんだろう、デスノートとか、多分そこら辺も、出る予定ですね。はい。なのでね、これは本当、あんま漫画本とかこう並べてね、やっぱフィギュアが多いんで、漫画本を置くスペースがないんですよ。だからそういう人にはすごいありがたいと思います、このデバイス。はい。で、ここのすごいところはね、なんと、こうね、こう外して、なんと、こちらにね、付け替えられるっていうね、そういうこともできるんですよ。なので、今入れてるデバイス、カセットの、表紙に、変えることができるっていうね。それもまたね、粋な計らいだなと思うんですよ、自分的に。はい。ほら、こういう感じで。これでもうあれですから、もうナルト。はい。ね。で、こうやって開けば、また最初からになりますけれどもね、ナルトが、読み始めることができるっていうね、はい。いや、これは素晴らしい。いや、これは驚いたね、ほんとね。なのでね、これはね、自分的にはすごくおすすめ。まあもちろんね、お互い買い物なんで慎重になった方がいいとも思いますが、まあね、これを見てね、多分ね、完結した漫画本だったら、多分、続々とね、これから出てくると思うんですよ。
まあ、今のところジャンプなのかな、集英社の関係なのか分かんないけどね、うん、でこれがね売られてるお店っていうのは限定されてるんですよ、ツタヤ、うん、ツタヤさんでも、まだ5店舗ぐらいしかないのかな、うん、特に自分がね、これを頼んだのはもう銀座店、はい、そちらのネットでね購入させていただきました。とにかく、ツタヤにしか、取り扱いはないです、はい、まあ、それはねネットで調べてもらえればわかると思います。全巻一冊、これで調べてもらえれば出てくると思います、うん、あとね、ジャンプの、ああいうカラーページにもね、チラシっていうかね載ってます、はい、それがね、自分が知ったきっかけがこの、ジャンプなんですよ。ジャンプ買わないんですけどね、ちょっとこのワンピースの複製原画が欲しくてね、ちょっとこう切り取ってね応募しちゃったんですけど、そのために買ったんですけど、こう読んでった時に、あ、こういうカラーページあるじゃないですか、このカラーページのところこう載ってたんですよ。前回一冊、ほら銀魂も出るんですよ。発売決定ってまだ出てないんですけど、2万9000円するんですよね。やっぱ高えな。で、ナルトが2万7300円。で、デスノート。で、このカツラさんのね、これはビデオガールだけど、多分アイズも入りますね。カツラ正和全集だ。うん。で、こういう風にね、これを見た瞬間にビビってきたね。やっべこれと思って。うん。だからこれはね、いや、これも買おうと思ってるよ、カツラ全集もね。で、デスノートとかもね、好きなんでね。デスノートは安いんですよ。5100円。だからね、ほんと関数によるよね、お値段は、うん。だからね、とにかくこのデバイス1個買っちゃえば、あとはもう好きなソフトを買うだけっていうね。はい。そういう感じです。はい。いや、これはね、すごく未来的なデバイスが登場したなって思いますね。はい。ということでね、皆さんもね、この機会にぜひね検討してみてはいかがでしょうか。ということでね、今回はすごく変わったね、ものを紹介させていただきました。もしねよろしければ、チャンネル登録、あとねいいねボタンぜひ押してください。はい、あとねコメント欄も、いただければお返しします。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。